樹脂成形用の金型に最適な表面処理を提案いたします。ニューホス2とは、一般的な無電解ニッケルメッキ後に自社開発した三元合金の無電解メッキ液で被膜を形成させ、その後独自の熱処理を施す処理です。ニューホス2はタングステンが含まれていることでメッキ膜が硬く、通常の無電解ニッケルメッキやクロムメッキより高温時においても高度の性能が保持されます。腐食環境下では不動体被膜を形成し、ゴムやプラスチック成形時に発生するガスやさまざまな薬品に対しての耐腐食性を発揮します。さらに離型性にも優れているため、離型剤の使用量を削減し、金型の寿命を延ばします。レジスタック2とは、一般的な無電解ニッケルメッキ後に自社開発の微細な凹凸形状を持つメッキ処理を施し、その上にフッ素樹脂を含浸させて熱処理を行う処理です。微細な凹凸があることによって、通常の塗装よりもフッ素樹脂と強く接合しているほか、荷重が加わってもフッ素樹脂が潰れることはありません。一般的なフッ素樹脂分散メッキはフッ素樹脂で覆えていない部位があり、その部位に付着が生じやすくなります。一方、レジスタック2は表層のフッ素樹脂比率が高く、フッ素樹脂の非粘着性を最大限に得ることが可能です。レジフレムはレジスタック2のフッ素樹脂含浸工程でできたフッ素樹脂層にケイ素の骨格を層状に形成する処理です。通常のフッ素樹脂塗装では離型時にフッ素樹脂が剥がれることがあります。しかしレジフレムは硬いケイ素骨格の層があるため、押される負荷だけでなく離型時などの引っ張られる負荷にも強く、フッ素樹脂の剥がれを低減しています。ニューホス2はフッ素や塩素などのガスが発生する樹脂成形用の金型や、従来のクロムメッキでは精膜させることができない複雑な形状を持った金型など、レジスタック2レジフレムは離型剤が使用できない樹脂成形金型、軟質や薄膜形状を持つ樹脂製品の成形金型、均一な膜厚と離型性が必要な精密な樹脂成形用の金型など、さまざまな場面で活躍しています。